ニンテンドー 3DS は、ニンテンドーが開発して2011年に発売した、携帯型ゲーム機。コンセプトは、持ち歩く、響き合う、毎日が新しい。CM などでは、メガネがいらない、3D の DS というキャッチコピーも用いられた。ニンテンドー DS と、その派生機であるニンテンドー DS ライト。 ニンテンドーシーに対する次世代機として開発された。2020年9月16日に全シリーズの生産を終了した。発売前には各地でニンテンドー 3DS の 3D 映像を実際に見られるブースが設置された。JR 秋葉原駅にて2011年2月2日、撮影2画面で画面が タッチパネル、マイク、カメラという全世代機の特徴はそのまま引き継がれている。任天堂 d s シリーズ用ソフト、ドシードシー LL 専用の任天堂ドシーウェアもそのままプレイできる互換機能を有している。ただしドシードシー LL と同様、ゲームボーイアドバンス用ソフトや、DS 振動カートリッジなどの拡張機器を差し込める。 GBA スロットは搭載されていない。カメラ機能を使用した DoSi 応ド d o s i アのソフトは利用可能で 3DS のカメラは DS 用に切り替わって解像度などはそのまま利用できる。なお保存された写真を使用する DoSi 応ド d o s i アのソフトでは本体保存メモリに保存された写真を利用する。 DS 度 C 用ソフトを表示させると、両機種の解像度の相違のため、映像が多少ぼやけて表示される。スタート、または、セレクトボタンを押しながらこれらのソフトを起動すると、画面サイズは小さくなるが、本来の解像度で表示させることができる。また、3DS の上画面は DS よりワイドになっているため、DS のソフトを表示している時の上画面は、 左右に黒い円がつく。DS 用ソフトの起動中は 3DS の機能が使用できない。また、ホームボタンを押すとソフトをスリープ状態にしてホームメニューに戻るかを尋ねる画面が表示される。この画面上では起動調整や省エネモード切り替えができ、調整後キャンセルを選ぶかホームボタンを押すとプレイ画面に復帰する。OK を選ぶと ホームメニューに戻るが、その際にソフトは終了され、セーブしていない、プレイデータは失われる。ニュー・ニンテンドー 3DS よび、ニュー・ニンテンドー 3DSLL の仕様は、ニュー・ニンテンドー 3DS 主な仕様を参照のこと。ニンテンドー 3DS を起動すると、ホームメニューが表示され、 3DS に内蔵されている機能や追加したソフトのアイコンが一覧表示される。ソフトアイコンの表示スペースは300個分まで用意されている。ただし n i n t e ー d o d o s は本体保存メモリが残っていても最大で40種類までしか追加できない。一画面に表示されるソフトアイコンの数は下画面の左上にある表示数変更のアイコンをタッチすることで 1> 縦1、横3、縦6、横10の6段階に変更することができる。ソフトアイコンの並べ替えはタッチペンによって自由にできる。ソフトの削除は本体設定内のデータ管理の項目からできる。本体バージョン、バージョン4.0,0から 7J 以降ではフォルダ機能が追加されソフトアイコンをフォルダ内で整理できるようになった。フォルダは 最大57個まで作成可能で、一つのフォルダにはソフトアイコンを60個まで収納可能。フォルダアイコンには任意で付けたフォルダ名の最初の1文字が表示される。当初は、本体設定、e ショップカードソフトのアイコンはフォルダに収納できなかったが、本体設定、e ショップについては後の更新で可能となった。上画面には、 ソフトアイコンに対応したグラフィックが表示され、マイクに反応があると勢いよく回転したり、浮いたりする。上部には、通信状況、その日の歩数、ゲームコインの枚数、日付と時刻、バッテリー残量が表示されている。基本的に本体のホームボタンを押せば、プレイ中のソフトを中断したまま、このメニューに戻ることができる。ただし DS 用ソフト。 ドシーウェアおよびバーチャルコンソールのゲームボーイアドバンスソフトのプレイ時は例外で一度ゲームを終了しないとホームメニューに戻ることはできないソフトアイコン購入時は以下の機能がソフトアイコンとして表示されているこれら13種類の削除は不可能一部の機能を除いてソフトの取扱説明書が内蔵されておりホームメニュー内から 説明書を選ぶことで、そのソフトの説明を見ることができる。ソフトアイコン以外以下の機能は、ソフトアイコンとは別に、ホームメニューに設置されており、ホームメニューが表示されている間であれば、いつでも利用することができる。追加ソフト、機能本体に内蔵されているソフト以外にも新しく、無料のソフトを不定期に追加。同梱の SD カードに内蔵されている。 また新しい機能も不定期に追加。2011年6月7日に開設した Wii における Wii ショッピングチャンネルとみんなの Nintendo チャンネルに相当する機能を統合したオンラインストアである。後に発表された Nintendo クのサービスの一つ。配信されている主なソフトの種類は Nintendo 3DS ダウンロードソフト。 バーチャルコンソール、ニンテンドー、ドシーウェア、3D クラシックスの4種類である。なお、これらの機能は、同日の本体更新によって提供された。なお、残高の追加は2011年6月に発売開始された、3DS 対応の、ニンテンドープリペイドカードのみ対応で、それ以前に発売されていた、w ドシ用のニンテンドーポイントプリペイドカードは、 使用できない。以下の記述は、特記事項のない限りは、日本国内での発売日。2011年2月26日発売時の、本体カラーは、アクアブルーとコスモブラックの2種類。型番は CT、CTR-001。アクアブルーは2012年8月、コスモブラックは2013年10月に、生産終了した。 ミスティピンクとアイスホワイトには、スーパーマリオ 3D ランドを同梱した、スーパーマリオ 3D ランドパックや、コスモブラックとフレアレッドには、モンスターハンター 3G を同梱した、モンスターハンター 3G 初めて、ハンターパックが発売されており、スーパーマリオ 3D ランドパックには、セット特典として、バーチャルコンソールの、スーパーマリオブラザーズが、SD メモリーカードに、 プリインストールされている。任天堂 t e ー d 3D SLL エレクトロニックエンターテイメントエキスポ2012が開催される数日前に、日経が、任天堂新型をいた機能に、カーナビ電子書籍スマホに対抗という見出しの記事を掲載、カーナビ電子書籍対応という w i i u 関連の情報と、任天堂 t e ー 3D SLL の情報で、これらを、 E3 で発表するかのように報道した。これを受けて、任天堂は、当社が発表したわけではなく、数多くの間違いが含まれた、日経の、全くの憶測記事である旨のニュースリリースを、発表する。任天堂は、日経記事には Wii U 関連の情報も含み多くの、間違いがあり憶測である、と発表しただけであり、任天堂ー 3DSLL の発表自体を、 否定したわけではないが、ゲームのニュースを配信している。インサイドなどのインターネットメディアは、日経が発表した記事の、ニンテンドー 3DSLL の部分のみを抽出し、記事にして取り上げたため、ニンテンドーのニュースリリースを見た一部のネットユーザーに、ニンテンドー 3DSLL は発売されないのでは、ないかという誤解を生じさせた。またインサイドは戦術の記事の他にも、 E3 終了後に、任天堂の宮本茂が、海外サイトのインタビューを翻訳したとされる記事を掲載し、その見出しが、任天堂宮本氏、任天堂 3DSLL は今後発売しないとなっている。しかし、記事内容は一行目から、任天堂 3DSLL は今後も発売されない可能性を示唆となっており、 あくまでも可能性の話として書かれている。なお、そのインタビューで、宮本は 3DSLL は今後発売しないとは言っておらず、今後も発売しない可能性の示唆はしていない。結果的には、その後2012年7月28日に発売された。通常の 3DS からの変更点は以下の通り。2012年7月28日発売時の 本体カラーは、レッド、ブラック、シルバー、ブラック、ホワイトの3種類。型番は、SPR-001。ホワイトは最後まで生産されていた。2015年末頃に全色生産終了。また、ブラックと付属の SD カード内に、モンスターハンター 3G のダウンロード版を、プリインストールした任天堂 D、Nintendo 3D。 SLL モンスターハンター 3G パックが2012年11月1日より、期間限定で販売された。Nintendo 2DS Nintendo 3DS から、ラガン立体視機能と、折りたたみ機能を削除、ステレオスピーカーをモノラルにした買いモデル。現地の経済事情に合わせた廉価版モデルと位置づけ、3D 立体視の機能はなし、折りたたみ廃止、モノラル音声。 ニュー・ニンテンドー 3DS 2014年8月29日に 3DS のバリエーションモデルとして発表された。従来の 3DS と比べて CPU 性能が上がり、ボタンや新しい機能の追加、配置変更などされているが、あくまで 3DS シリーズの新モデルであり、次世代携帯機ではなく、今までの 3DS 用ソフトの動作が快適になったり、 グラフィックが綺麗になったりすることはない。しかし、ニュー・ニンテンドー 3DS でプレイすると動作が快適になる、グラフィックが綺麗になるソフトを開発することは可能であり、さらにその性能を活かした専用ソフトも発売されている。なお、ニュー・ニンテンドー 3DS からは、インターネットブラウザのフィルタリングが初めから有効の設定になっており、 フィルタリング解除には、クレジットカード認証と手数料30円が必要となった。これは、子供が勝手に、フィルタリングの設定を解除してしまわないようにするための、処置となっている。ニュー・ニンテンドー 3DSLL ニュー、ニンテンドー 2DSLL2012 年7月28日から、ニンテンドータイトルについては、原則として、パッケージ版とダウンロード版が用意される。 ダウンロード版は、クラブ・任天堂のポイントが優遇される。なお、主な任天堂 3DS 用ソフトは、2014年10月11日から発売された、ニュー・ニンテンドー 3DS にも対応しているが、一部ソフトは、非対応。3DS のミリオンセラー作品の数は26本。下記のタイトルは、基本的には400万本、300万本。 妖怪ウォッチさん寿司、天ぷら、すき焼きは基本的には100万本。発売時の2万5千円という本体の希望小売価格は同社の携帯ゲーム機史上最も高額で2009年に値下げされた同社の末置き型ゲーム機である Wii よりも高かった。ただし、任天堂 d s 発売時に任天堂ゲームキューブの 価格は14000円に値下げされていたため、同社において携帯ゲーム機が同世代の末置きゲーム機より高かったのは、これが初めてではなかった。しかし、任天堂は2011年7月28日に価格改定を発表した。発売から半年も経っていないにもかかわらず異例の値下げに、踏み切った理由としては、発売前と状況が大きく変わり、 このままでは満足な普及ができず、多くのユーザーに 3DS を楽しんでいただけないためとしており、値下げ後の価格だと本体だけでは赤字になるが、ハードの未来を考えると根手を打つしかないと申している。一部では発売時点の製造コストが約103米ドルという資産があったが、値下げによりコストが倍下を上回る逆座屋となっていた。 ニンテンドーはこの大幅値下げによる不公平を少なくするために大幅値下げ前に購入した顧客に対しては岩田社長名で謝罪するとともに2011年8月10日までの特典としてアンバサダープログラムを実施することを発表したこのプログラムへの参加者にはバーチャルコンソールにおけるファミリーコンピュータ用ソフト10タイトルゲームボーイアドバンス用ソフト10タイトル 計20タイトルが無料で提供されるまた、このアンバサダープログラムの権利は、任天堂 e ショップの履歴を削除すると消えてしまうが、3DS 本体の引っ越しを行うことで、別の 3DS に移すことは可能。8月10日23時59分までに、3DS 本体をインターネットに接続し、任天堂 e ショップに一度アクセスすると、 参加扱いになる。ソフトは e ショップの購入履歴にカウントされた扱いになっており、購入履歴より再受信することでダウンロードできる。また、アンバサダープログラム登録証のソフトを受信することにより、アンバサダープログラムについての新規情報を受け取ることが可能。FCO ソフト10タイトルは先行配信版という扱いであり、 正式版に搭載されている丸ごとバックアップ機能は使えないが、正式版配信後には無料でアップデートすることができる。正式版は2011年12月22日のゼルダの伝説1を皮切りに配信開始され、2012年9月19日配信のレッキングクルーで10タイトルすべてが正式版にアップデート可能となった。一方、g b a を。 ソフト10タイトルは今回限りの配信であり、3DS 用ソフトとして将来的にも販売の予定はないとしている。またいくつかの制限があり、丸ごとバックアップ機能や中断機能に対応していないほか、起動中は本体を閉じてもスリープ状態にならず、すれ違い通信や、いつの間に通信も発生しなくなる。発表当初は、 FC o ソフト GBA 用ソフトともに5タイトルずつ、経営10タイトルの発表だったが、FC o ソフトは8月30日までに、GBA 用ソフトは12月15日までに、配信全タイトルが明らかになった。対象の20タイトルは以下の通り。6歳以下の子供は、資格が発達の途中の段階であり、 3D 表示の映像を長時間見ると目の成長に悪影響を与える可能性があるとして、任天堂は 3D 表示での長時間プレイを控えるようにと呼びかけている。そのため、社団法人電子情報技術産業協会と独立行政法人産業技術総合研究所 3D コンソーシアムが作成したガイドラインに従い、6歳以下の 子供に対する利用制限を促すことを決定した。この制限は、同協会、研究所が設置した、快適 3D 基盤研究推進委員会により、ISO に国際標準として提案する予定である。なお、ペアレンタルコントロール機能で、3D の表示を制限することができる。だが、こういった懸念を疑問視する声も上がっており、 アメリカ県南協会によれば過剰な使用を控える、限り外はなく、かえって資格以上の早期発見に役立つという。3DS に用いられている、ラガン立体主技術が特許侵害であるとして、2011年7月、元ソニーの技術者、富田誠二郎が率いる富田テクノロジーズ USA、LLC が、アメリカニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に、 訴訟を提起した。特許侵害が認定され、2013年3月には、売信団が3020万ドルの損害賠償の支払いを求める評決を下したが、2013年8月に、ニューヨーク連邦地裁は、賠償額を1510万ドルに半減した。さらに2013年12月11日、ニューヨーク連邦地裁は、賠償額の算出法を変更し、 3DS の卸売価格の1.82%をロイヤリティとして支払うよう任天堂に命じた。しかし、連邦巡回公訴祭は2014年12月、特許の請求項の解釈が適切ではなかったとして、一審判決を破棄し、連邦地裁への差し戻しを命じた。 その後の差し戻し審において、ニューヨーク連邦地裁は2016年4月、3DS による特許侵害がなかったとする判断を下した。ありがとうございます。